FM 技能案をおっきの皆さんこんにちは2月の22日木曜日全国的に2時を回ったところでございますさあ,あ火曜ダイヤル797人に歌ありできあゃりお付き合いくださいますようによろしくお願いいたします今日は昨日今日とあったかいんですね今日はほとんど風もないし、えー、23度 24度かな日中の気温上がるってで最低でも19度19度と言いますからあったかいはずですねところが東京はですね雪がちらつく寒さで吉幾三さんの「雪国が聞きたい気分です」ってメールが入ってるんですけどねコメント入ってるんですがシュプリームさんからですね「えー、シュプリームさん申し訳ないんですけど今日はね ゲストの方がいませんので例によって一人の歌手の方を取り上げて特集してお届けしていきたいと思います。ごめんなさいね。でその歌手といいますのが、うん、藤彩子さんなんなですねさあ皆さん藤あや子さん綺麗ですね美人ですね美しいですねの藤あや子さんを 今日は特集してお届けしてみたいと思います。これ藤井彩子さん取り上げたの2回目かな？去年あたりもやったのかな。まあまあはい、えー。どうぞよろしくお願いをいたします。藤井彩子さん、まあ秋田県のね秋田美人という言う通り本当に綺麗な方なんですね、えー。生まれた時の名前が藤村真美で、えー、今度は村瀬真美。 え芸名これはあの前の,その芸名だそうですが今は藤あや子さんですねえ秋田県の出身でですね小学校4年生の頃から民謡を習ってえまあ高校卒業後には就職したものの職を変えながら民謡歌手として地元で活動をしていたというんですねそしてまたえ秋田県が主催をしたミスコンテスト これはミス花嫁コンテストなんですがこれに出て優勝したといいますからね,ありな納得ですねさてその一最初にデビューしたのはですね昭和62年なんですね CBS ソニーから「村瀬真奈美」という芸名で「二人川」という歌でデビューしたんですがまあパッとしなかったんでしょうね。それで平成元年。 9月藤あや子と名前を変えて、えー、荒川俊夫作詞可能現代、えー、作曲の「女」という歌で、まあ、再デビューを果たすわけなんですね。皆さんよくご存知だと思いますが朝のの <laughs> 調子外れですねさあ,あとりあえずそのデビュー再デビュー曲の「女」からお聴きいただきましょう。 じっくりと味わってくださいどうぞ 皆さんどうですか透き通りや透明感があって素晴らしい歌声だと思うんですねいやーこの「女」で再デビューをしてこれからとんとん拍子に筆頭も量産するわけなんですねさあ、えー、平成元年ですねこの女で「女、えー」で、まあ、再デビューをするわけなんですが4年後のですね平成4年 心酒という歌ができてこれがまた大ヒットするわけなんですねそして25年第ごめんなさい第25回日本優先大賞を受賞するわけなんですねそして第43回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たすわけなんですねすごいことですそして平成6年には「おなき川」 それからこの3年間で,です、ね「女」それから「心酒」そして「お泣き川この3年連続でオリコンシングルチャートトップ10入りを記録したということなんですね。これは後に水森香里さんが記録を更新するまでは藤さんが記録を持っていたんですね。さあそうしますとその大ヒット平成4年の「心酒」そして続けてですね えー、紫紫行きましょうかね紫氏平成5年ですね、えー、この「お心酒」はですね三浦康輝作詞山口博作曲なんですねで前田俊明編曲なんですがこの三浦康輝山口博それから水森英夫こういった方々があ藤井や子さんの曲はほとんど担当してるんですね。えー、今日もこの えー、方々の作詞作曲編曲をした歌がたくさん入っておりますお聴きい,いただきましょう心酒そして紫友情ですどうぞ いいですね、心だけ。えー、東京で聞いてくれているシュプリームさんからツヤっぽい声ですね。コメントが入ってますね。いやあ、この香り立つようなって言うんでしょうかね。この美貌。素晴らしいです。YouTube でご覧になってる方々もね、あの私も時々ま覗くんですが、何とも言えない美しさがあるんですね。さあ。 紫右上ですこれも三浦安寺作詞の山口博作曲そして前田利明の編曲での曲です大ヒットしました行きましょうどうぞ 『火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり』2月22日木曜日、えー、砂川が生放送でお届けをしております。今日は藤あや子さんを特集してお届けをしておりますが、えー、シュプリームさんからね艶っぽい声ですねというふうな <laughs> メールが入ったんですがその通りでね民謡で鍛えた人っていうのはやっぱり素晴らしいと思いますね。まあ、あ古くは 三橋道也さんですよね。で最近ね福田康平さんなんかもね、三浦がりの素晴らしい歌声を聞かせてくれています。さあ、藤井彩子さんの特集四曲目に行きましょうか。今度はですね、花のワルツという大変綺麗な曲があるんですね。私あの他曲でも歌謡番組を持っているんですが担当しているんですが、そのエンディングテーマにですね、この花のワルツを 使わせててもらっているんですよ「花のワルツ」これ平成7年ですね高隆作詞徳久浩二作曲で南郷達也の編曲による「花のワルツ」ですねそれからあ平成8年「四五七八」って続くんですねこれ「ミレンという歌なんですがこれ吉田王が作詞をして山口博士が作曲。 で、前田利明の編曲なんですね。花のワルツ、とっても綺麗な曲です。さあ、2曲続けてお聴きいただきましょう。どうぞ。 ああこれライブ版なんですねそうですねはい花の悪ルツい,い曲だと思いますがいかがでしょうか皆さんさあ続きまして吉田大作詞山口広志作曲前田俊明編曲のミレンですどうぞ いはい。海洋ダイヤル七九七人に歌あり歴史あり。二月の二十二日放送は、ギ FM ギノワンのスタジオから砂川が生放送でお届けをしております。今日の特集は藤井あやこさんをお届けしております。 さあ、えー、これまで4曲5曲お聴きいただいたんですが実はもうヒット曲が多すぎてですねどれを,をかけようかってもう悩んでんですね、えーまあ、独断専行でも選ばしてもらったわけなんですがここまでお聴きになっていていかがでしょうかねどうでしょうかさあ後半もお付き合いくださいよろしくお願いします後半はですねもうすでに入っておりますが「歌方の恋」 それから「女の真心」という2曲を続けてお聴きいただきますがその前にちょっとエピソードをお話ししましょう。えー、っと二十歳これは昭和56年の時なんですが、えー、2つ年上の男性とま結婚をするわけですねでその年に、えー、女の子が出産するわけなんです、えー、その娘がですね、えー、2007年これ平成19年だそうですが 1>, 1月の15日に結婚をするんですがその際にですね提出した婚姻届の証人欄に王貞治さんの署名をもらったということなんですね、えー、王さんとは行きつけの寿司店でよく顔を合わせるような状態で飲み仲間であってそ,のそれが縁で証人となったということなんですね。 その長女娘さんはですね2008年5月に女の子を出産をしておりますでこの男性の方最初に結婚した男性の方も不幸なことになったわけなんですがまあいいでしょうはいさあ後半いきましょう「歌方の恋」そして「女の真心」なんですがこれは作詞が三浦康輝そして水森英夫前田俊明 この三人の作品なんですねお聞きいただきましょうどうぞ いかがでしょうか。皆さん、お楽しみいただけてますかな。そ <laughs> うでしょうか。さあ、えー、平成十年、十二年。歌方の、恋が十年。これからお届けをする。女の真心。これは平成十二年の作品なんですね。お聞きいただきましょう。どうぞ。 <laughs> 火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり」。 今日は藤井彩子さんを特集してお届けをしておりますがあと10分しかありませんがあと2曲いけるかなというのもですね藤井彩子さん自分で作詞作曲をするんですね、えー「この際というペンネームを使ってですね「えー、二人の絆」それから「寄り添い橋」という歌をご自分で作詞作曲してるんですこれまたなかなかいい歌なんですね「えー、二人の絆」が平成14年それから「寄り添い橋」が 平成16年2年後期にこうやってるんですけどね、えー、どうでしょうかねさあそれじゃ早速いきましょう「二人の絆」「寄り添い橋」続けてどうぞ。 はい、二人の絆でしたさあ今日最後の曲です寄り添い橋もちろんさっき申し上げたように藤谷彩子さん自身の作詞作曲の曲ですどうぞ さあお届けしてきましたがちょっと入りそうにありませんね。えー、特に坂本冬美さん五代夏子さんとは本当に親友同士らしいんですね。最後まで聞けないのがちょっと残念なんですがこのままお別れしたいと思います。時間までどうぞ